皆さんこんにちは、ジェイソウルコブルダーヒロリーダー。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイタースペースシャトルの続きになります。前回の動画でこちらのスペースシャトルを組み立てました。今回の動画はこちらの宇宙飛行士に組み替えます。はい、スペースシャトルの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それでは宇宙飛行士に組み替えます。完成、宇宙飛行士です。はい、スペースシャトルから宇宙飛行士に組み替えました。この宇宙飛行士なんですけど、すごいよく作られていますね。まずは付属するこちらの旗パーツを見ましょう。全体はこのようになっていて、作り自体はすごいシンプルなんですけど、よく作られていますね。はい、こちらが宇宙飛行士です。全体をぐるっと見るとこんな感じです。では近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。頭部については黒いカーブパーツで再現されています。横から見るとこんな感じです。はい、続いて胴体はこのようになっていて、胴体のこの機械的な造形もしっかり再現されているところが素晴らしいと思います。続いて腕はこのようになっていて、腕については肘可動はありません。もう固定です。そして背面のこのバックパック、めちゃめちゃかっこいいですね。まあ実際の宇宙飛行士のバックパックよりかはちょっと小さいんですけど、それでもちゃんと再現されているところが素晴らしいと思います。続いて足はこのようになっていて、足も少ないパーツでちゃんと再現されていますね。まあ個人的に唯一気になったのは、このつま先のパーツが左右違うんですよね。まあいけたらここは一緒にしてほしかったなって思います。はい、ではこちらの宇宙飛行士の可動範囲について説明します。この宇宙飛行士なんですけど、思ってたより動きます。まず腕がこのようにヒンジでここまで動きます。足も腕と同様ここまで動きます。そして後ろのバックパックはこのようにヒンジで動きます。はい、可動範囲を活かしてこのようにポーズを取らせることができます。一応スタンドパーツがなくても、このように安定して自立させることができます。はい、それでは最後に大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。大きさ的にミニフィグ 2.5 体分はあります。個人的にこの宇宙飛行士、もうちょっとだけ大きくすればミニフィグが乗れるロボットのサイズになるんですよね。続いてレゴマリオと比較するとこんな感じです。大きさはレゴマリオ 2.5 体分はあります。あ、そういえばなんかマリオでこういう高身長のキャラいたような気がするな。はい、レゴクリエイタースペースシャトルの宇宙飛行士はこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイタースペースシャトルの宇宙飛行士を組み立ててレビューしていました。今回組み立てた宇宙飛行士なんですけど、造形が結構リアルに作られていてとても良かったです。可動範囲については思ってたよりは少なかったんですけど、まあそれでも造形がしっかり再現されていてとてもいいと思いました。次の動画ではこちらの宇宙船に組み替えます。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。